現在、高崎市タワー美術館では、収蔵作品展、彩色を楽しむを開催中です。今回の動画では、本展覧会に出品されている当館の収蔵作品をご紹介いたします。上半身にクローズアップした構図は、松園が髪型の描法を極めた大正期以降の特徴です。ゆった髪の豊かな膨らみや、生え際の髪一本一本まで丁寧に表現され、髪飾りの細工も繊細に描き込まれています。赤い帯が柔らかな緑色の着物を引き締めており、胸元には吉祥文様である橘が描かれています。浮世絵などの古画の模写をよくしたという松園ですが、扇子を持つ手の気品あふれる仕草や、女性の端正な目鼻立ちなど、随所から古画研究の中からつかみ取った造形美を感じます。女性は口を軽く開け、斜め下に視線を落とし、まさに霊妖というタイトルにふさわしい女性の美しさが現れた作品です。鮮やかな楓の葉の緑色が印象的です。西風、青楓は夏の季語でもあり、まだ若い青葉は苔らしい澄んだ気品の漂う色使いで表されています。葉に使われているのは岩絵の具の六章という色で、その中でも最も淡い色彩のものを白六と呼びます。白緑で彩られた葉の葉脈は金の線で描かれ、よく見ると葉の一部にも金泥が施されています。楓の葉は一様に正面から見た形で表され、画面内で同じ形が繰り返される様からは、江戸時代の琳派のエッセンスを感じます。縦長の構図に楓が何気なく描かれているように見えますが、小気味のいいバランスで葉と枝が配置されています。古景は植物を自身の作品の主要な題材の一つとしていましたが、シャープな枝先の形などから古景の植物への眼差しを感じます。ザクロの実の赤と葉の緑、母蝶の黒という色の対比が鮮やかです。全体的に薄塗りの色彩で表現され、葉はよく見ると、ところどころ群青が使われています。大小のザクロが実をつけ、母蝶は木の幹に足をかけ、視線を画面やや上の一番大きなザクロの実に向けています。ザクロはその実が多いことから、豊穣や子宝に恵まれる吉祥の意味を持つ果物です。母蝶はアジア南部に生息するムクドリの一種で、羽を広げると八の字の白い模様があります。八の字は末広がりで縁起がいいことから、母蝶は古くから吉祥画の画題として描かれてきました。四条派の伝統的な技法を学んだ漠染らしい軽やかで澄んだ色合いの印象的な作品です。